これいただき。で、そこにお布団が見えた。お布団があるということはやっぱり時間を進めることができる。あと作業台もある。これスナイパーでしょ？ひょっとしてハンドガンをスナイパー化したものかこれ。サプレッサー付き。マガジンなし。どっかで手に入ると思うな。デカめのマガジン。バランスグリップ。サプレッサー、サイト、小型マガジン。これも修理して。こっちは特に変更なし。これはスナイパーライフル弾。と、強化ヘルメットに、弾薬ポーチ。投擲物はね、個人的には投げナイフがあれば、少量の投げナイフがあればどうとでもなるから弾薬優先で。で、弾薬たくさん作ろう。よし。時間帯変更か。どうしようかな。多分この川渡った先には悪党がいるだろうし。夜にすっか。夜はこれだ。夜にしたけどそんなに暗くないな。まずそこにいるエビみたいなザリガニみたいなやつを倒した方がいいかな。無視できんのかな。橋が多分こっちの方にあるな。こいつは爪に弾丸が当たってしまうとダメージを与えられないから。顔の方に弾薬浴びさせて。わあ、いかにも敵がいそう。あ、新しいボートあった。ボート乗り捨て余裕だね。念のためにライト消しとこう。今のところ地雷検知もなし。そうだ、地雷を避けるためにボートを使ったところで川にもミュータントはいるんだ。どっちを進めばいいというものでも。おっとっとだね。あ、兵士がおる。ちょっと期待場所とは違う方向に来てしまった。ハテナが2箇所あるところはボートがないとダメかな。緑アイコン。どっから入るんだろう。こっちか。
投げナイフでやっとくか。お前ら多すぎんだよ。騒ぎ立てたら面倒になりそうだからね。ナイトビジョン使おう。ナイトビジョンを使うと探知機の色が分かんなくなる。こっちから開けられない。おお、起きた。あ、使った。あ、使った。あ、死なない。はい、ケツ。待って、今間違って投げてしまった。投げナイフ。回収。標的に当てるのを失敗しても回収できるからありがてえ。ライトにしよう。ん？くぐっていけるの？ここ。やだ。ゲット。いいね。これは？これまた装備差し替えないと。どう？新しいハンドガン？なんだこれ。ちょっとこっち分解しとこう。サプレッサー付きかな。で、こっちを開けて。あ、なんかデカめのマガジンついてないかこれ。これバレてると。あー、待って、バレてると投げナイフの当たりが、バレてると投げナイフ一撃で死んでくんな。仕事なんでな。でけえこいつ。これ大容量マガジンだ。ああ、投げナイフ数本なくしちゃったよ。ここは探索 OK。 こっちは入れない。入れないドアがあるってことはどっかに入り口があるな。投げナイフ2本になっちゃった。やらかした。こっから入れない。入れないか。ハテナが増えた。今度は向こう側だな。どうしよう。思った以上にオープンワールドだ。探索できる場所がたくさんあるぞ。え？死んでんのか。悪党がいるところだ。これは夜にしといてよかった。あ、でこっから入れる。やめろやめろやめろ。あ、アホイエーイ。よく今まで引っかかんなかったな。いいぞ。グレネード使うことあるかな。作業台どっかにないかな。またトラップだ。
これ自分が入ったらやばいよね。なんもないや。この辺もなんもない。では向こう岸に渡れるかな。こっからじゃ渡れないか。渡れないね。船じゃないと来れなさそうな場所だ。この辺の陸路の道分かりにくいから地形を把握していかないと。じゃあちょっと一旦戻って地図の北の方の未確認地点をちゃんと散策しておこう。おお、また現れた。切り替える武器が違う。襲いかかってくる？あ、待って、そこに当たっちゃダメ。倒しても得られるものがな。あぶね。ああ、こっから向こう岸に渡れたのか。この辺全然地雷ないし。ストップって書いてある。ストップって書いてあるし、ドクロの看板も立ってる。でも行っちゃう。あ、そうだ、作業台あるんだった。ちょっともう一度整理。新しいサイトに大容量マガジンで NVD 増幅器。これ本編にもあったな。上位版ナイトビジョンみたいな。で、ハンドガンにサプレッサーつけ直して、あ、投げナイフ、投げナイフが追加で作んないと。はい、オッケー。で、地雷がありそう。あ、危険ってのはそっちの危険な方か。悪党ではなくて。なんだここは。車がたくさんあるってことは、あのおじさんの言ってたお店？来たよ。うわ、いやー最悪、またあいつだ。おお、あいつと戦えってこと？また嫌になっちゃうよ。危ない危ない。これ撃たないと避けれないのかな、遮蔽物に来ても。うわ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 、危ない。
すばしっこいよ。あーっかん。一回撃てばすぐ落下してっちゃう。お、なんだよ、お前たちは呼んでないぞ。ん？どっち？こっち？で、これどんどん前に進まないと押しつぶされる。あ、いた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 。あ、はえー。おお、なんだ。なあ、言うって死ぬ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 、強すぎる。押しつぶされる。どこ行った。ぬ、逃げ場所がない。全然倒れんな。医療キットがなくなった。これ回避できないしな。あ、あ、何？どうしたどうした？うわ。ノサリスに食われてる。どこ行った？ほら。サム、マスク通知が発生したと報告があった。隠れられる場所を探すべき。なーに。ありがとうな。で、ならば隠れられる場所？隠れられる場所。今医療キットもねえし。どこだ？向こうの建物入るか。今地雷とか気にしてる場合じゃない。あっかん。死ぬ。さよならだ。そこ入れそう。急げ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 。あっかん。セーフ。あ、嵐が来た。セーフ。ギリギリセーフ。いやいやいや、ひどい目にあった。あ、メディキットっぽいのにメディキットがなかった。赤アイコンがあるな。これ今どの辺に来た。はあ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 。あれ、これ悪党がいた建物の近くじゃないの。トラップがある。使えそうだね。結構トラップある。
悪党がいた建物の隣な気がするな。アイテムは豊富なんだけど、回復アイテムがない。まだそこまで嵐でも外出るなと。はい、こっち行こう。お、お、武器がある。作業台もある。お布団がない。これ寝れそうだけど寝れない。ちょっとここで装備を整えよう。セミオートマチックシステム、あ、クソエイマーには一番必要なもの。あ、喋ってる人の声がするよ。とりあえず回復して。備えあればだな。